定例記者会見を始めさせていただきます。季節は二十四節気の処暑から9月8日に白露に移り、残暑から抜け出し秋風の爽やかさを待ち焦がれる季節になってきました。とはいえ日中はまだまだ蒸し暑さが続いており、油断しがちな熱中症ですが、引き続き注意が必要です。こまめな水分補給やエアコンを活用した室内温度の調整などとともに、規則正しい生活を心がけるなど、日々の体調管理には十分お気をつけいただければと思います。さて、情報提供の前ですが、待ちに待った嬉しい話題に触れさせていただきます。本市が誇る世界のトップアスリート、スポーツクライミングの野口啓代選手が8月20日に行われたクライミング世界選手権女子複合決勝で日本勢最上位の2位に入り、2020年オリンピック東京大会の日本代表に内定しました。パイオニアとして日本のクライミング界を牽引してきた野口選手が集大成として臨んだ本大会ですが、東京オリンピックへの出場権という大きな重圧に耐えながらも、惜しくも銀メダルとはなりましたが、第一人者の地位は譲らないという充実したパフォーマンスを見せてくれました。当日は私も八王子の会場で応援をさせていただきましたが、最終種目終了後に見せた野口選手の涙に、今までの道のりの険しさやオリンピックにかける思いの大きさが感じられ、非常に心を動かされたところです。今回のオリンピックは本州はキューバやオセアニア地区の柔道競技や太陽国の陸上競技の事前キャンプ地となっており、交流事業などではすでに多くの市民の皆様に携わっていただいておりますが、野口選手のオリンピック出場により市民の皆様にとっても東京2020大会への期待がさらに高まったに違いありません。本市ではこれまでタツノコアリーナ内にスピード競技用トレーニングスペースを確保したり、江原小学校の後輩たちからのメッセージを送ったりと、野口選手の後押しとなるような取り組みを進めてまいりました。いよいよ代表が内定した来年の東京2020大会へ向けてさらなる活躍を願い、今後も引き続き市を挙げて野口選手をサポートしてまいります。市民の皆様と力を合わせて、より一層の力強い応援を頑張ってまいります。それでは本日の情報提供に移らせていただきます。はじめに9月22日に開催いたします第7回全国コロッケフェスティバル in 龍ヶ崎の開催についてです。この全国コロッケフェスティバルについては、その記念すべき第1回を本市で開催し、以降は本市とともにサンコロ会を結成し、コロッケによる地域活性化に取り組む富山県高岡市、静岡県三島市とともに毎年会場持ち回りで開催してまいりました。7回を数える今回の会場は龍ヶ崎市役所本庁舎駐車場で、北は北海道から南は九州まで、県内外から過去最多のご当地コロッケ39店舗が参加し、来場の皆様の投票でご当地コロッケ日本一を決定いたします。またステージイベントとして、コロッケ早食い選手権や龍神太鼓、龍ヶ崎地高吹奏楽部による演奏が会場を盛り上げるほか、市観光物産協会による本市物産品の販売もあります。食欲の秋でもありますので、ぜひお誘い合わせでご来場いただき、コロッケの街龍ヶ崎ならではのビッグイベントをお楽しみいただければと思います。なお当日はコミュニティバスの全便全ルートの運賃を終日無料とするとともに、流通経済大学と日立建機株式会社に臨時駐車場を設け、各駐車場と市役所を巡回する無料送迎バスを運行します。ご来場いただく皆様には、周辺道路の渋滞緩和のためにもできる限り公共交通機関のご利用をお願いをしたいと思います。次の情報です。茨城県では毎年9月を認知症を知る月間として、認知症に対する正しい理解の普及、啓発に関する各種広報活動や研修会等を実施しております。本市でもこれに連動して9月に認知症サポーター養成講座、
認知症サポーター養成講座を3本立てで開催をいたします。対象は市内高校生及び教師、市内商業施設従業員、そして一般市民で、それぞれ愛国学園大学附属龍ヶ崎高等学校の生徒及び教師約40名、伊東洋華堂龍ヶ崎店の従業員約40名、市民約50名が参加する予定です。愛国学園高校では高校生向けのテキストを使用した講義のほか、市職員による寸劇を交えたロールプレイを行うなど、高校生にとって分かりやすい講座内容となっています。さらに講座終了後は医療福祉系に進路希望の生徒と講師となる保健師や社会福祉士の職員との質疑応答や意見交換を行い、生徒の具体的な将来像を話し合う機会を設ける予定です。またイトーヨーカ堂での講座は高齢社会をはじめ地域の実情を踏まえた顧客サービスの向上や展開を目的に同社から開催依頼を受けたものでございます。内容としましては、市の高齢化率の現状から今後の見通し、今後高齢社会において求められる市や地域の役割について説明するほか、認知症の方への具体的な接し方まで事業者目線で参考となる情報を中心に提供する予定です。市民向けには公募の上、資料の通り9月26日木曜日に市役所附属等1階会議室で開催いたします。市ではさまざまな市民や団体から認知症サポーター養成講座の開催依頼を受けておりますが、依頼主の状況や目的に応じて講座内容をカスタマイズするなど、認知症への理解が効果的に進むようさまざまな工夫を凝らしてきています。今後も市民ニーズを踏まえながら、さまざまな観点により認知症の普及啓発に取り組んでまいります。なお今年は講座以外の取り組みとして、認知症を知る月間に合わせて市立中央図書館に約330冊の本を取り揃えた認知症に関する図書のコーナーを特設する予定です。コーナーの中には約50冊の子ども向けの本を用意しており、多くの子どもたちが認知症への理解を深める機会になることを願っております。続いて市から式典部屋への差し入れについての情報です。本市では平成24年度から1月場所と9月場所前の年2回、本市ふるさと大使でもあります式守秀五郎氏が親方を務める式秀部屋に地元食材の差し入れを行っています。今回は大相撲9月場所での所属力士の皆さんの健闘を願って、9月5日木曜日式秀部屋を訪問し、地元産の米や野菜などを差し入れます。当日は、午前10時ごろに市関係者や生産者などが式秀部屋を訪問し、茨城産の厳選されたこだわり米茨城米70キロ、地元産の野菜8品目、国産鶏肉、国産豚肉のほか、龍ヶ崎コロッケを所属力士の皆さんにお渡しいたします。力士の皆さんには応援の気持ちを込めた米や野菜で力をつけていただき、ぜひとも9月場所では大きな活躍を見せてほしいと願っております。本日の情報提供は以上です。ありがとうございました。詳細はこの後担当の方から説明をさせていただきます。